ジャン君。はいはい。はい。はい。はい、はい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 、ジャン君。はい、よいしょ。はい、だいぶお待たせしました。はい、はいはい。あ、こっちこっちこっちへで。おいで、おいで、はいはいはい。うんあ、じゃんか、おいで。何なのそのポーズ。はい、ジャン君。はい、ジャン君。これやりましょうか。はいね。ジャン君。やらない。何か考えてますね。はい、ポンちゃん。よいしょ。あ、ポンちゃん。はい。大丈夫か。はい、いらっしゃい。うんうん、いいな。はい。ジャン君、今日はですね、その後の経過を見てもらいに病院に行かなきゃいけないんですよ。また気づかれちゃうかな。どうやったらうまく連れていけるかな。ジャン君、もうそんなに怖いことはないと思うので行ってみようね。さあ、キャリーを今持ってきました。見せないようにしてっていう風な案もあるんですが、もうとりあえず出して。ジャン君が勝手に入ってくれたりするのを期待しています。無理だね。きっと無理だね。こんな感じです。大丈夫かな？不穏な感じをもう感じてるでしょうか？はい、スルーです。なるほど。いえ、もうこれは気がついて避難だね。ジャン君。ジャン君。はい。いいかね、じゃん。お出かけしよう。なんだよ、じゃんくん。行ってすぐ帰ってこれるよ。今日は特に何もないよ。いいですか。じゃんけん。いつでも籠城するよっていう体制だね。じゃんくん。じゃんくん。かなりビビってるね。はい。ぽんちゃん。あ、ぽんちゃんおいで。おいで。ぽんちゃん。うん。ぽんちゃん入ったよ。あ、普通に入ったね。ぽんちゃんを連れてって治ったかどうか見てもらう。ぽんちゃんすごい偉いね。はい、ぽんちゃん。じゃんくんほら、ぽんちゃん入ってるよ。はい。ぽんちゃんないね。はい。じゃんくんも。はい。私も一緒に行くってことなんだね。いいよ。じゃんくん、ぽんちゃんが連れてってくれって、一緒に行ってくれるって。よかったね、ぽんちゃん、一緒に行ってくれるの。じゃんくん。ぽんちゃん優しいね。じゃんくん。これだ。じゃんくん。僕信じないってなってるね。じゃんくん信じて。でも今ポンちゃん入ってるからさ。例えば首の根っこを捕まえて連れてきても入れないんだけど2人入れちゃう？2人は入らないか。ちょっとねポンちゃんが出たらポンちゃん落ち着いてるね。はい。おかし怖くないよって言ってるぽんちゃん。はい。怖くないよ。ねえ。ねえぽんちゃん。怖くないよ。じゃあ行こうか。はい。はい。そうだね。ね。はいじゃんくん。体温が冷たくなってる。本当？おいで。頑張れ、じゃんくん。はい。はい、どうぞ。はい、開けてるよ。はい。はい、おとなしい。偉い。偉いね。すごい偉いね。はい、いくらね、じゃんくん。首の後ろを掴む作戦。すごい。はい、大成功です。はい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 。うん。はい。はい。ぽんちゃんが心配しているけど、ぽんちゃんちょっと留守番してて、今日早いから大丈夫だからね。はいはい。うん、上では。ちゃんも泣いてるよ。多分ですね、窓際にポンちゃんがいた模様です。ちょっと声がするので、見てみました。今もういないかな。はい。はい、ずっと泣きっぱなしですよ。じゃんけん。声枯れるよ。はい、もう大丈夫だよ。はい、はい。はい、体重は元へ戻りました。4.7 です。元じゃないね。少し戻りました。うん、そうね、落ちちゃうよ、ちゃんと。落ちちゃうよ。本当だね。はい。はい、ちゃんと。隠れない、隠れない。でっかい。落ちる、落ちるから。落ちちゃうよ。はい、じゃあ。こんな顔になってます。はい、じゃあ。なんかちょっとやだね。わあ、お利口さん。はいはいはい。すぐ入るね。はい、痛い痛い。はい、痛いね。うん、これね。はいはい、痛いね。じゃんけん。取れました。ああ、よかったね。はい、楽にしてください。はい、じゃあ輪っかも。はい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 。ポンちゃん。ちょっと行ったよ。はいはい、ご心配おかけしました。はい。よいしょ。はい。はい。はい。じゃんくん、ポンちゃん。まだ逃げるか。逃げだね。はい、じゃんくんも落ち着いてきました。尿検査ですけれども、全く問題なしと。完全に治ってるよということでした。ご飯の方はですね、だいぶたくさん、チュールなんかが家には残っていて、保護活動をしている方に差し上げたりしているんですが、ママ的には少しは美味しいものもという気持ちもあるようです。で、今日先生との話では、例えば、あげるんであれば1週間続けてあげてみて、尿検査をして、それで、その、石のね、できる、感じがあるんであれば、それでやめなきゃいけない。で、それでも大丈夫だったら少しぐらい上げてもいいかなという、いわゆるテストですね。ということ、だったらということなんですが、さあ、そういうことを、までしてですね、上げるのか、ちょっとこれから、みんなで考えよう。ジャン君もね。はい。ジャン君は、完治しました。あ、これね。うん。はい。おめでとう、カンチです。おめでとう、よかったね。あ、ちゃんちゃん。はい。よかった、よかった。ちゃんちゃん、ちゃんちゃん。いかだね、ちゃんちゃん。はい、カンチしました。チャックおめでとう。うん。喜びの爪とぎとぎ。いいね、ぽんちゃんくん。よかったね。もう病院に行かなくていいらしいよ、ジャン君。おめでとう。よかったね。うん、そしてもうすぐ11歳おめでとう。おめでとう。